こんにちは。今日の切り抜きニュースは、こんにちは。金に物を言わせるということわざがあると思うんですけど、こんにちは2000万だよ、こんにちは以上です選挙のですね、供託金を納めなきゃいけないということで、現金で今回収しているところでございます。回収というかね、現金でちょっと1項目が4000万、2項目が5000万、集めなきゃいけないお金が1億1100万円ということで、まだあと2100万足りないということで、もう1件回りますが、まさに現金ですね、これね。すげえな。もう お金の匂いが臭い。臭いところあるな。9000万あります、9000万ね。合計額としたら1億3500万です。全国比例600万かける4人。選挙区300万円かける37人。都合1億3500万円の供託金をこれから、もう一件銀行に行ってから、法務局に行って、納めます。やっぱり選挙ってお金がかかりますね。しかしニコニコ現金払いとは驚きました。それではご視聴ありがとうございました。とうとう来たな、この時が。すでに指掛けてるトリガー、あんたのおかげでトラブル残業、青く塗ったらまるでドラえもん。パチプロ政治家 YouTuber、 N 国代表、俺が立花。口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊。売られた喧嘩は買いますぜ、ぶっ壊してみな弱小政党。ウィンロジョーカーセックス、これはアウトなデラックス。反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。ないのないの、お客の方多分ないの、女性の方もっと一発自信よ。お客の方はもう恋ぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから、俺が全てをバック。NHK をテッカー。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を